ちゃうね。いい月夜じゃのう。結構前にお主にわらわの秘密を見られたのがここじゃったわ。そう、あの魔物かじゃな。一年に一度わらわの封印が弱まった時じゃ。覚えとるか、わらわの右足が異形へと変貌しつつあるあの様を。あの時はどうしようかと思ったぞ。本気で殺そうかとも考えたが、そうせんでよかったと今は心から思っておる。まさか少年がこの学園、いやさ、人類の鍵となるとは。ん？いやいや、体質のことではない。といえば嘘になるが、お主の奇跡的なところはまた他にもある。この女ったらしめ、あれ、もそっと寄れ、手を見せろ。なんじゃ、くすぐったいのか、かまどとぶりよって。おーれ、こうしてやるぞ。良い手じゃ。見ろ、お主が覚醒した頃に比べて何が変わったかわかるか。経験じゃ。お主の覚醒前がどうだったのかは知らんが、人と交わり戦いを重ね、様々なものと巡り合った経験、それは手と目に現れる。特にお主は手の方じゃろう。頼もしいぞ。まだ魔法使いとしては生まれたてのようなものなのにの。もっと近寄れ、まだ遠い。あらかじめ言っておこうが、わらわに惚れてはいかんぞ。わらわは時間停止の魔法を解かぬ限り永遠にこのままじゃ。たとえ魔法が解けたとしても、霧の侵食により魔物と化す。つまり今すでにして化け物、それが東雲アイラじゃ。もう300年生きておるばあちゃんじゃしの。じゃからこうしてお主にひっつくのもただの戯れよ。いずれお主もわらわを残して死ぬ。少し意地悪だったか。わらわの人生はそれの繰り返しよ。出会っては死に別れ、出会っては死に別れ。じゃからあんまり愛着というものを持たんようにしてきた。今もそうじゃ。お主はわらわの弟子、それ以上には思わんと戒めねばならなかった。が、それもここまでじゃ。少年が頼もしすぎたからもうやめることにするぞ。いずれいずれではなく今、お主がわらわをそうさせたんじゃ。わらわな、いつの間にか少年と離れたくなくなっておるわ。愛着を持ってしまっておる。お主がどう成長するか楽しみで仕方ない。お主の死に目に立ち会いたくもない。じゃからこの時代でケリをつける。魔物を打ち滅ぼす。そして体内の霧を排除し、時間停止の魔法を解く。魔物を滅ぼす瞬間にそばにおれよ。わらわが人間に戻った時そばにおれよ。そんなな、わらわが死ぬ時そばにおってくれ。なんつってのちいとお主には重い頼みじゃったかの。まあ、いきなり言うても困るじゃろ。忘れてくれ。もし魔物の根絶が現実的になって、その時に思い出して老いぼれに情けをかけてやるかと思ったら返事をくれると嬉しい。わらは待つのは得意じゃからな。それに返事を待つのがこんなにドキドキするもんじゃとは思わなかったわ。授業の一環ですから花壇の手入れくらい問題ないのですが、なぜあなたと一緒なのでしょうか。その点だけどうしても納得がいかないのですが、まあいいでしょう。手早く終わらせて速やかに戻りましょう。あとは
肥料をまいて終了ですから、うん、肥料はどこでしょうか、うん、倉庫？それでは取りに行きましょう、うん、当たり前です。まさか私一人に肥料を持たせるつもりなのですか？思った以上に埃っぽい場所ですね。足元には気をつけなければ。言い切る前に転んでしまうとは、まったく。さあ早く肥料を運び出して終わらせてしまいましょう。扉が開かない。先ほどあなたが転倒した衝撃で鍵が引っかかってしまったようですね。あなたに腹を立てても仕方ありませんが、これ以上時間がかかるのもよくありません。すぐに出なければ、あなたが扉を叩いている間に私がデバイスで連絡します。うん、早くあなたのデバイスを貸してください。私のデバイスは扉の外の荷物の中にありますので。まさかあなたもデバイスを持っていないということはありませんよね。どうやら最悪の状況になってしまったようですね。放課後です。残っている生徒は少ない。しかしその分静かになってますから音は響くでしょう。交代しながら扉を叩く、もしくは魔法を使って壊す。緊急事態ですから許されるでしょう。とはいえ褒められたことではない。なのでできれば地道に助けを呼びたいと思います。窓？なるほど、確かに窓枠を外せば脱出はできそうですね。幸いここには工具もありますから、その方法で行きましょう。窓枠は外せましたか？いえ、無理なら叫ぶだけですので。しかしこんな状況になってしまうと、あなたといるとどうも厄介なことが多くなるようですね。他人のこととなるとすぐに関わろうとしてきて、自分のためには行動せず他人のために動こうとする。現に今も自分のためでなく私をここから出すために動いている。他人を中心に考える、本当に変わり者だと思います。でも私も人のことは言えない。あの子と私の狭い世界しか見ていない私も、こんな風に自分を捉えるようになったのはあなたの影響でしょうか？いえ何も言ってません。直ちに忘れてください。はい、開きましたか？そうですか。さあ出ましょうか、この狭い場所から。この器物損壊は緊急避難と報告するので安心してください。うん、ほうほう、なるほど。こりゃ今日はクエストが多くなりそうっすね。おお先輩、ご機嫌いかがすか？自分は元気です。ほらこの巣で見てくださいよ、またあがわなに魔物が出たって。え、いや執行部からはまだ発令されてないっすね。魔物の調査と難易度判定してから初めてクエストになるんで、あと1時間くらいっすかね。政府の魔物出現情報もあと3分くらいかな。そうっすよ、検閲とかないから速報仕入れるならネットっす。
特にこの魔物板の住人、魔物の情報を把握しようという情熱がすごくてですね、どっかで出たらあっという間に写真が上がるんすよ。まとめウィキとか作られてて、これまでにどの場所でどんな魔物が出たか。あ、これこれ、網羅されてるんです。すごいっしょ。魔物の強さや規模で色分けがされてて、あ、そうっすね、過去分も網羅です。なので全部表示するともう日本全国が虹色に。魔物の出てないところはないって感じっすね。特に風靡の近くは魔物が多くて、だから学園があるらしいっすよ。ん？そうっすね、ネットってガセが多いってのはまあそうなんすけど、このサイトは信頼性抜群。なんたって自分が検証してるっすからね。あ、やべ、これ内緒っすからね。執行部の魔物情報と照らし合わせてるんですけど、校則違反っすから。出現情報が魔物板に貼られたら、住人が総出で検証を始めるんですよ。で、ガセかそうじゃないかってのがわかるんですがね、後々アーカイブに残すにあたってもう一度検証するんです。それが自分。こっちは正解があるんですが、執行部情報はそのまま発表できないんで、声優発表とかニュースサイトとかから適当なのを探してくるんですよ。え？そりゃもちろん、ネットにおいてこういう人って神っすから。神。このウィキ自分なしでは精度がすっげー落ちるっすからね。チャットに降臨したらリーダー編集神。気持ちいいの。なん、あ、なんすかその目。冗談っす冗談。正確な情報を一刻も早く提供して皆さんの役に立ちたい、そんな奉仕の精神に満ち溢れてまして。こ、広告っすか。あ、いや、そりゃこっちも手間暇かけてますし、それなりの見返りがですね。ちょこっとアフィなんか、あー、嘘嘘、ですね、これはその募金、募金っす。決して懐に入れたりしてないっすから。本当ですって。この目を、目を見てください。あ、今のは違うんです。信じてくださいっす、先輩。